ばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達を募集してます。 YouTube では話さない深い話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。今日も一言あります。では今日はですね、モテるあれの速さという話をさせていただきたいと思います。モテる男性はもう何と言ってもあれが速いんですよ。あれが速いことによって、もう、 こう女性は安心するし、やっぱりこう人としての魅力っていうのも感じるようになるんですね。一体何かというと、モテる男性はお礼をするのが早いんですよ。だからデートをした後に、お礼を送るのとかも、男性がね、例えばご馳走してあげて、なのに男性から時間を作ってくれてありがとうとかって言われると、なんか、ご馳走してくれたのになんていい人なんだろうっていう風に思ったりするんですね。なのでそのお礼の速さ、これはですね、異性とかじゃなくて、もう仕事の場面でもね、やっぱりお礼は早い方がいいので、ぜひね、ありがとうは本当に、取り急ぎありがとうございますってこう文章作るの苦手な人だったら、まずありがとう言っといて、後でちゃんと文章を考えて、もう一回ありがとう言うとかね、やるといいと思います。はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達を募集してます。私から直接返信をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 メッセンジャー、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではでは、これボッテガのボディクリームなんですけど、パフュームボディクリーム、ボディローションか、ボディクリームなんですけどね、すごいね、香りがちょっとつけただけでめちゃくちゃするんですよ。で、本当香水みたい でたくさんつけるとちょっと臭いと思う人もいるかもしれないけど、もし香りがきつかったら、香水代わりに使ってっていうと、香水っぽくて結構香り持つし、手とかに塗っても潤いするし、これはね、長持ちします。体にべちゃべちゃ塗るというよりは、なんか香水として使うっていう意味でプレゼントするのもいいと思います。で、これアメニティでね、セットで、シャンプー、リンス、コンディション、シャンプー、コンディショナー、ボディローション、石鹸っていうかとかでね、アメニティでね、売ってたりもするので、それとかもすごい嬉しいと思います。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。